回れ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 ビグラート。お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。主題歌のメロディーはもやっと覚えてましたが、ビグラットのところは今回動画を編集するに際して検索して初めて知りました。余談ですが、原子力潜水艦シービュー号も子供の頃はシュービー号と間違えて覚えていました。シービューだから海を眺める、海洋調査が主な目的の原子力潜水艦でしたね。ジョー90は1968年にイギリスで制作放送されたジェリー・アンダーソンによるスーパーマリオネーション作品です。日本では1968年10月2日から1969年3月26日まで、現在のテレビ朝日系列局の一部で毎日放送の制作番組という扱いで、毎週水曜日19時から19時30分に26本が放送されたみたいです。放送当時見ていた記憶はありますが、内容は全く覚えていません。主人公は弱冠9歳のジョー・マックレイン。声優には太田芳子さん、ジャングル大帝のレオ、リボンの騎士のサファイア、秘密のアッコちゃんのアッコ、日テレ版ドラえもんののび太、ヤッターマンのガンちゃん、ジャリンコ知恵のアントニオジュニアなど、数多くの作品に参加されておられました。前置きが長くなりましたが、今回の動画で紹介したいのはこれ。コナミ SF ムービーセレクション、懐かしの SF ビークル、マックスカー。このマックスカー、劇中では主翼が開いて車輪が稼働し飛行するギミックがありますが、残念ながらこのフィギュアでは再現されていません。細かな造形と塗装が施されていて、以前ショート動画で紹介したサンダーバードの機体や謎の円盤 UFO、 キャプテンスカーレットなどがラムネ菓子の入った食玩として数百円で売られていた時代が懐かしく思い出されます。いつもより尺が短いですが、今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったら、チャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロでした。バイバーイ。